どうも皆さんこんにちは、エマースです。今回はアップデート後バージョン 2.0 のランス・ナルハタ・タヒメ周回法を紹介していきたいと思います。装備が変わったり、あとは立ち回りが変わりましたといっても、ルテン好きの頻度がすごく増えたというところなんですけれども、まあルテン好き増えたからといって適当にルテン好きすればいいというものではないので、どういう風に、ルテン好きを、まあ、入力すればいいのかなと、どうやった風にルテン好きを使えば、いっぱいダメージを与えられるのかなっていう細かい部分もね、紹介していきたいと思います。現状、ナルハタタヒメかバゼルギウスのどちらかが、まあ、5隻のランス周回の、まあ、モンスターとなってるんですけれども、まあ、自分はどちらかというとバゼル推しなんですが、まあ、もちろん、ぐだってしまう時もあるので。いいね。いいよ。これぞカバディ。違うわ。リカバリー、リカバリー、リカバリーじゃない。リカバリー、リカバリー。やばい、リカバリーってなんだ。オッケー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 。何の段？何の段それ。ちょっと、俺がリカバリー、リカバリーじゃないって。で、まあ、バゼル回ってたけど、ちょっと飽きてしまったよっていう、そろそろ、なんか、ナルハタの方もやりたいなっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。では装備の紹介となります。エルダーバベルを使っていくという形ですね。やっぱり強いルテン好きをした時、腹部だったら1000以上ダメージ出せるというのは本当に魅力的なので、ぜひ使ってみてください。で、その他、まあ、防具に関しては前エルダーバベルを紹介した動画と一緒かなと思いますので、以前使った方は、作った方は同じものを使っていただければなと思います。ちょっとスキル詳細が違うので、ほんのちょっとなんですけど、そこは今から紹介していきますね。5隻に関して、まあ、かける使い1ついてて2スロ2スロであれば最低限大丈夫です。まあ、多ければ多いに越したことはないんですけれども、最低限1はついてるもの。もしくは、まあ、持ってるのであれば弱特2にね、2スロとかね、ついてるものがあったら一番、まあ、会心率漏れて安定感上がるんですけれども、その他だと、まあ、ノート2とかもね結構ありなんじゃないかなと。ノート2ついてて、2スロ2スロ、まあ、すげえいいお守りなんですけど、っていうのも結構武器をしまう機会ってのがナルハタタヒメ戦は多いので、そういった部分で、立ち回りをしやすくするっていう部分でノート2とかもありなんじゃないかなと思いました。スキルに関して、攻撃穴なら見切り3、超会心3、弱徳3、砥石を高速化3、匠に、かける目使いに、他は、まあ、もろもろって感じなんですけれども、飛び込みを必ずつけるようにしてください。携帯以降のね、流風圧が発生するときを、ジャンプしながら、レバーの方にね、近づくっていうときに役立ちますので、必ず入れるように。で、匠に白ゲージを、出すんですけれども、まあ、バベルを使った場合、ルテン好きを主体として戦っていく、そして白ゲージを維持するっていうのがとても大事なんですが、まあ、火力を出せれば、携帯移行が早くて、レバー押すタイミングが早いので、研ぐ瞬間が生まれるんですよね。そういった部分を活かして白ゲージをいかに長く使っていくという形になります。最後に音もですね、今回はファイトとボマーの2体連れていくという形です。ファイトに関してはメガブーブラン、強化大鼓、天天虫。で、音もスキルに関しては全部火力系を積んでください。守り系は大丈夫です。で、もう1体に関してはネテロ会長。ネテロ会長じゃん、ボマーですね。バチバチ爆弾、ゴマー、設置型爆弾。ここは環境生物呼び寄せだとなおいいって感じです。で、最後に天天虫発射の技といった形になっています。お供スキルに関しても火力系を積んでいきましょう。攻撃系ですね。を積むと爆弾の火力が上がるので、こちらが最優先となります。それでは実戦で解説していきましょう。まず最初に関しては、ここで怪力の種と粉塵を使って、今回鬼人薬を使っていくんですが、それは後ほど使うフェーズがあるので、そこで使いたいと思います。で、フィールドに入ったら、まずは目の前のかける虫を取って、ギューンと近づく。かける虫使ってね。そしたらこれをジャスガする、まあ、このタイミングはちょっと慣れが必要なので、意外と個人的には他のモンスターよりも難しめですね。でこの攻撃に関しては一回真横に行って戻ってくるとこうやって400与えられます。でこれもう少しで頭が外れるので普通の攻撃しかしない、ルテンはあくまでしない。で、最初のハゼが瞬間が来たら向かって右側にルテンで左側に、右左にルテンすると頭に到着します。で、ここ、下に降りちゃったとしても、お尻の方だったら、クロスさせるように、ルテン付きをすることによって、どの方向からも、必ず腹にダメージを与えることができますので、使ってみましょう。ここが、まあ、今回紹介したかったポイントですね。クロスさせるように意識して、ルテンを当てる。ここが大事です。
で第1フェーズが終わって第2フェーズが来ました。ここでまずレバーを引く前に砥石で研ぎます。でその後レバーを引いてすぐに B ボタンで演出をキャンセル。そしたらここのタイミングで鬼人役とまたたび爆弾をやります。またたび爆弾を使うことによってお友達の体力が全開するので行動不能にすることなく狩猟を終えることができるんですね。で速射砲に関しては1回外させるまでお腹を狙います。でここで外させたのでこれ以降お腹は狙わずに、なんで狙わないかっていうと次外させるまで結構時間かかるんですね。でかつダウンさせた方がルテン付きでダメージを取れるので、お腹を外させるよりもすぐにダウン取って、お腹ルテンして、携帯移行させるっていう方が、早く狩猟できます。でここに関しても、お腹にはもう行きたくないのでちょっとお腹狙っちゃってますが頭を狙いましょう。頭が一番ね狙いづらいのでね、まあ頭狙ったつもりが全部腕でした。まあこういうこともあると。でこの攻撃に関してはまあ以前の動画でも紹介したみたいにこのビームの方向に従って武器を出していって帰ってくる。でするとルテンはね気持ちよく決められます。で、基本的には武器を出したまま戦いましょう。こんな感じでね頭上腕じゃない上に上げている時もこうやって尻尾が狙えるんですね。でこのドーナツホールがチャンスだったと。これはまあたまたま運が良かったっていう感じですね。でここのこのねルテンのやり方も以前紹介した通りとなります。でここ本当はね上に上がりたくありませんでした。だから一瞬攻撃が止まったのは動揺ですね。私の動揺が、まあ、隠しきれなかったという形になります。下に行ったとしてもクロスさせるようにお腹と岩にねクロスさせるようにルテン突きをするとうまくはまってお腹にダメージが入ります。では、最終フェーズとなりました。必ず研いでからレバーを引きましょう。レバーを引いてから研いでは間に合いません。でここでこの岩の前でスタンバりつつもうすぐに使う。で6発1、2、3、4、5、次で落ちるのでここで標準をちょっと下に合わせるね。同じところに標準を合わせてると結構外しちゃったりするので6発目で標準大砲の標準を少し下に下げるといい感じです。でここは基本的に頭を狙うんですけれど起爆榴弾があったので今回は腕を優先させました。で最終フェーズここがね結構自分いろいろ駆使したというかいろいろ考えた結果頭を下ろしてるフェーズが長いっていうかねモンスターのとかナルハタの攻撃によっては結構頭上げてる時多いじゃないですか。で今回は頭を下げてるのでもう積極的に頭を狙ってるんですけれども、あ今回全然頭を下げてくれないなという時はもう背中行きましょう。もう背中ルテン行きましょう。腕は絶対ルテンで放出できるんですけどなかなか頭はねいけない時があるので、あ今回はちょっと頭時間かかりそうだなと思ったらもうすぐに背中にねシフトチェンジするのが大事だと思います。でここも、ダウンした瞬間に、まあ、最初法が一番簡単なんです。このフェーズのね向かって、右側左側にルテンするのは難しいですね。ちょっとここもう荒ぶりましてね緊張で手が荒ぶっております。手ぶれですね。手ぶれどうにかしたい。で、もうそろそろ終わりかな。多分終わると思います。ちょっとね青ゲージいっちゃってるんですけれども、でもほとんど青ゲージでの戦いは短いのでこんな感じで今回は4分49秒の、討伐となりました。狩猟ですね。まあ毎回4分台は取るのは難しいんですけれども、まあナルハタの HP が毎回ランダムっていうのもあってね。でもなんだっけ弱いの声飯でね猫飯団子飯で弱いの声を発動させていれば HP が低い個体を引きやすくなっているので必ず、チケットで発動させて、このナルハタ周回をしましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。